J1 もついに前半戦を終えて後半戦に突入しました。このチャンネルでは開幕前に J1 の順位予想を披露しましたが、前半戦を終えてみてその予想はどうなっているのでしょうか。前半戦のトピックを振り返りながら確認していきましょう。ちなみに順位は第19節終了時点のものとなりますので、その点だけよろしくお願いいたします。 J リーグ史に残るサプライズ、まずは上位争いですが、なんといっても首位ターンの FC 町田ゼルビアに驚かされました。 J1 初挑戦のクラブながら堂々の首位に立ち、リーグを引っ張っています。2巡目に入るここからが本番ですが、ここまでの戦いぶりは称賛されるべきでしょう。そんな町田の開幕前の予想は12位の予想でした。すみません、こんなに勝つとは思っていませんでした。サプライズがあるから面白いということにしておいてください。2位の鹿島アトラスも開幕前の予想は9位にしていました。 J1 ではあまり結果が出ていないポポビッチ新監督のもとで、戦術がどこまで浸透するのかが不透明でしたが、ここまで粘り強い戦いで勝ち点を積み上げてきています。3位に入り首位取りも見えてきたガンバ大阪は10位の予想です。前年の低迷が気になっていましたが、1年かけて積み上げたものが穴を開きかけています。虎視眈々と首位を狙う各クラブ、逆に上位に押していたクラブはここまでどうでしょうか。まず1位の予想のヴィッセル神戸ですが、前半戦を終えて4位とまずまずの位置につけています。一時は首位にも立ちましたが、そこから伸びず、追い上げてきた鹿島やガンバにかわされて首位の背中も遠ざかりつつあります。選手層の厚さが物を言う、ここからギアを上げられるでしょうか。2位と予想していたサンフレッチェ広島も5位に位置していますが、こちらもなかなか調子が上がりません。序盤は無敗を続けていて予想通りと思ったものですが、なかなか勝ちきれない試合が続いてしまいました。3位と呼んだ浦和レッズは11位でもがいています。勝ったり負けたりの繰り返しで順位がなかなか上がっていきません。皆さんのコメントでも人気の高かったクラブですので、ここから巻き返してもらいたいですね。4位はセレッソ大阪、5位は横浜 F マリノスを予想しています。セレッソ大阪も序盤戦の勢いを取り戻せばまだチャンスはありそうです。マリノスは ACL の影響が思った以上に大きかったですが、ここから底力を見せるでしょうか。残留争いは想定外、あの名門クラブには謝りたい。順位予想では残留争いも大胆予想しています。その中で最下位に予想してしまっていたのは湘南ベルマーレでした。その湘南は現在最下位ではないものの、降格圏の18位と苦戦しています。なかなか攻守が噛み合わず、1点差負けが6回と競り負けが多くなっています。逆を言えば、あと一歩頑張ることができれば勝ち点は増やすことができそうです。18位はコンサドール札幌予想していました。近年の結果の補強状況から少し厳しいかと予想しましたが、リーグワーストの失点数で最下位で前半戦を終えることになっています。ペドロビッチ監督とシーズン終了まで戦うことを宣言していますが、劇的な変化を起こして巻き返すことができるか注目です。17位は京都サンガ FC の予想で、前半戦を終えた順位は19位です。得点力不足を懸念していましたが、前半戦を終えての得点数はリーグ最小となっており、当たってしまいました。得点力のある選手の補強なので巻き返したいですね。そして19位で予想してしまっていたのが東京ヴェルディです。16年ぶりの J1 は戦力的に厳しいかと思われましたが、前半戦はわずか4敗で、負け数だけで言えば首位の町田と同じです。リーグ最多の9引き分けは勝てないとも言えますが、負けなかったとも評価することができ、接戦での粘りが功を奏して10位と大健闘を見せています。町田もそうですが、昇格組がここまでやるとは思っていませんでした。応援している皆さんごめんなさい。昇格組では14位予想のジュビロ磐田が16位で、残留争い圏内ギリギリではありますが、まずまずの戦いぶりを見せています。特に覚醒したエースのジャーメイン亮選手が得点を争いで2位につける大活躍です。怪我で一時離脱をしましたが、戻ってきてまたゴールを量産すれば順位はおのずと上がることでしょう。15位に予想してしまったアビスパ福岡も謝りたいクラブです。戦力ダウンが気になっていましたが、序盤は苦しんだものの徐々に調子を上げて8位でターンです。限られた戦力で最大値を生み出す長谷部監督の手腕は今年も健在ですね。まだまだこんなものじゃないはずのクラブだし、その他のクラブはどうでしょうか。予想外に苦しんでいるのが川崎フロンターレです。主力が抜けたこともあり、8位予想とあまり高くはつけていませんでしたが、それ以上に苦戦して14位と低迷中です。黄金期のメンバーの多くが高齢化やチームを去り、有望な選手は海外移籍してしまう J クラブの宿命に飲まれてしまうか、後半戦の反撃を期待します。13位に予想していたサガン鳥栖は17位で降格圏ギリギリとなっています。勝つ時には得点力が爆発するので、ハマればまだまだやれるのでしょうが、安定感をつけることが課題となりそうです。11位に予想していたアルビレックス新潟は15位、16位予想の柏レイソルは13位で伸び悩み中です。6位予想の FC 東京は6位で、7位予想の名古屋グランパスも9位と、ある意味予想通りの注意です。ポテンシャルはあるので予想を覆してほしいですね。まだ前半戦が終わったばかりで、夏の消耗する時期の戦いや移籍期間の動きによっても状況はまだまだ変わるでしょう。最終的にどんな結果が待っているか
こからも目が離せませんね。あなたの予想する今年優勝するクラブはどこか、ぜひコメントで教えてください。